みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はハンターが気絶した時に出る解除を早める、これが本当に早いのか、他のボタンではダメなのか、これを確認していきます。計測は共に気絶のマークが発生してからスタートします。左の画面はボタンを連打、右は L3 を回しています。計測の終了はハンターが顔を叩く動きをし終わってからです。両方ともほぼ同じで 8.5 秒ほどで回復しました。それではコントローラーを操作せず放置した場合にはどれくらい差があるのか、これも確認していきます。結果はまさかの同じでした。次に L スティックを左右にガチャガチャ動かした場合です。結果はバグなのかと思うほど差がないです。気絶してもそこまで頑張って連打するほどでもないかもしれません。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。